んにちは。今日は積水ハウスのシャウズで建てたお家が引き渡しから1週間が経ったのでズームツアー動画を作ってみました。ご覧ください。こちらがお家の一番の自慢の土間です。入り口のところにクライミングギアとか、冬はスキーやあの山のクライミングもやるのでそういったいろんな道具をディスプレイしているんですけど、ちょっとクライミングウォール作ったせいで手狭で全部は置けてません。これは何なんですか？これはクライミングウォールに登りに来る友達がいると思うのでお願いを書きました。向こうに水栓もあるんですよね。そうです。ここで登って手足がチョークで真っ白になった状態でお家に入るといろいろと問題なので、ここに手の足も洗える水栓を作りました。これは多分あのペットとか洗う用のパンってやつだと思うんですけど、これを室内につけて洗ったら綺麗になってお家に上がれるようにしました。ちょっとデッキも見せてもらってもいいですか？デッキは土間のレベルとつなげてあって、こう空間が一体的になるようにしてます。そのこだわりです。今日は天気が悪いですけど、あの山並みの向こうに本当は南アルプスがあります。いい眺めですね。この旗みたいなのは何ですか？ハルチョと言ってヒマラヤのネパールで買ったんですけど、ヒマラヤ登山のキガオとかじゃないな、ネパール仏教のなんか飾りです。よくわからないんですけど、お土産です。はい、タルチョも綺麗です。鹿は何ですか？鹿は南アルプスの登山にアイスクライミングに行った時に掘ってて拾いました。山の神様と呼んでずっとお家で祀ってたんですけど、今回慎重にこちらに運んできてここに祀りました。はい、それでは次はこちらの廊下の側を教えてください。はい、土間がこれだけ広いので尾が全部上がりかまちで、まあどこから入ってもいいっていう感じです。じゃあこちらから入っていきましょう。ですね、リビングからここキッチンと廊下まで一体でつながってる空間の床はちょっとこだわりました。これは完全な無垢じゃないんですけど、突き板という無垢の幅がかなり厚い板材で、ウォールナットですね。裸足で歩くととっても肌触りが良くて全くひんやりする感じがなくてとっても暖かいです。ぬくもりを感じます。はい、こちらは下駄箱ですね。はい、ここに玄関入ってすぐのところに大容量の下駄箱があります。はい、はい、次の扉は、はい、廊下を進んでいくとこちらがトイレです。はい、トイレは普通なんですけど壁紙にこだわりがあります。大好きな大橋先輩の壁紙を、インテリアコーディネーターさんに探していただいて、あ、これかわいいって一目惚れしてもう決めちゃいました。で、お空とジャングルをつけました。こちら収納ですね。ここが収納です。はい、トイレとペーパーがぴったし入る。ちなみに、トイレはセンサーライトにしました。はい、次は洗面所ですかね。こちらが洗面所です。ここにカウンターがあって椅子を置いてゆったり支度とかできます。水栓はセンサーにしました。ここに収納がたくさんあるのでとっても便利です。こちらが脱衣室です。その手前に大きい収納があります。
これはもともとパントリーに使われるものをここに置いてるんですけど、まあこういうなんか日用品置き場に使ってます。でこちらが引き込み戸になっていて、普段は開け放しておいて一つの空間にしちゃってます。ここが、クッションフロアの脱衣所ですね。ガス乾燥機のカンタ君と、洗濯機があります。ここにオープンの棚を作ってお風呂の道具とかを置いてます。ここに大きい鏡が、全身鏡があってとっても便利です。これもちょっとこだわりです。お風呂はもう全然こだわってなくて普通のユニットバスですけど、広々として気持ちがいいです。タオル掛けは2つつけました。これで今は足拭きマットと体拭きマットをかけてますね。上には物干しがあるんですね、はい、これはまあぶら下がれるかわかんないですけど、ここで洗濯したもので、まあたまにガス乾燥機かけたくないなっていうものをそのままここにかけられるように、なんでしょう、生活動線っていうんですかを意識してつけました。ではさらに奥に進んでいってください、はい、脱衣所からクローゼット寝室がつながってます。ここも引き込み戸で、普段閉まっておくと、一つの空間ですね。でここでガス乾燥機で洗濯が終わったものをそのままここにかけられるようにっていうので、こういう動線にしました。ここがウォークインクローゼットです。ここもあえて何にも扉とかつけてません。こっちの左側は何ですか？ここはまあ最初なんかアイロンかけるとかなんか作業する台って考えてたんですけど、私の秘密基地になりました。ここでテレワークしたりします。はい、では奥の寝室を教えてください、はい、綺麗な壁紙ですね。そうです。寝室は、シックな感じというか寝る場所なので暗めにしました。でここも何にも扉なくつながってます。ちなみにお家、このお家は扉の枚数とっても少なくて、なるべく一つの空間になるように作ってます。寝室はあえて窓をちっちゃめにして、この配置も真ん中にするかとかいろいろ考えたんですけど、端に寄せて上に寄せました、寝ると空が見える感じですね。でこの天井は一応こう蓄光すると夜星座が浮かび上がるみたいなんですけど、窓が小さすぎるせいか今のところ光ってくれてません。でここの寝室の電気だけ、自分で電気を入れられるような感じにしてもらったんですね。他はパナソニックの電気を全部、最初から入れてもらったんですけど、ここだけはアマゾンとかのフィリップスフューとかと連携させて電気消してって言ったら寝られるようにしたかったので、自分で電気を持ってきてやってます。はい、では隣のお部屋にお願いします。はい、ここは天井高の引き込み戸になってます。ここも普段は開け放してもう一つの空間にしちゃってます。リビングです。こちらに掃除用具とかを入れられる棚を作ってるんですけど、これも使い勝手を考慮してあえて扉をつけてません。こちらがくつろぎのリビングです。大きなテレビですねこれはなんていうかペコマが勝手に買ってきました。65型とかって言ってたのに勝手に77型を買ってきましたね。でリビングの使い方もソファーを置くとかいろいろ考えたんですけど、最終的にこういうスタイルになりました。ローテーブルを置いてヨギボをクッション代わりにしてご飯を食べるとかくつろぐ感じです。ヨギボが自由自在に使えるので動かすことによってリビングの大きさも変えられます。
くさん人を呼んでも使いやすいですね。後ろは勉強スペースというところですね。そうです。ここはワークスペースで、1枚の板のカウンター作ってもらいました。で、こちらを、コルクボードにしてもらって、まあ、いろいろ貼っつけたりできるようにしました。で、その上に作り付けの、本棚を作ってもらったんですけど、このコルクボードと本棚の間に、ライトをつけてもらって、こう間接照明的に明るくなるようにしています。で、コンセントはたくさんつけてもらいました。下にもついてます。ずいぶん天井が高いですね。吹き抜けで、2階の天井まで一つにつながってます。で、ここに大きいぼんぼりをぶら下げてみました。ぼんぼり、これが2階から見ると山と重なって綺麗なんですよね。はい。で、こちらがキッチンです。アイランドキッチンにしてます。ここを足を下掘ってもらって簡単に立てて、ここで朝簡単な食事とかをこのままできるようになってます。ニッチが掘ってあるんですね。そうです。調味料台のニッチ、調味料を可愛くディスプレイできるようにニッチを2段作ってもらいました。この高さとかも指定して作ってもらってます。で、このガスコンロなんですけど、ガスが3つ口横に並んでるっていうのはあんまりないみたいで、とっても料理がしやすいです。フライパン、大きいフライパン置いても重ならない、いいですね。で、手前に空間があるのでここで作業もできるので、とってもこれはおすすめです。この飾り棚とかもこだわりがあるんですか？はい、そうです。この黒アイアンと木のフレームシェルフ的なものをつけてぶら下げたかったので、いろんなメーカーのキッチンのこういう釣り戸棚みたいなの、釣り戸棚じゃなくてフレームシェルフ見に行きました。で、最終的にパナソニックのものにしました。こちらにも大きいのをつけてて、カトラリーとかを吊るしてます。キッチンからの眺めが素晴らしいですね。はい、本当はもっと素晴らしいんですけど、今日は雨なので高山山と海古川は見えてませんが、何にも遮るものがなくて最高ですね。ずっといられます。はい、では次は2階をお願いします。こちらから2階に上がっていきます。階段はもっとシースルーとかいろいろ考えてたんですけど、もういろんなことを考えあふれた末にこの形に落ち着きました。これが大黒柱で、これだけはどうしても抜けないってことだったので、これに合わせて化粧柱を2個つけてもらってます。じゃあやっていきます。壁面に彫り込みの本棚を作ってもらいました。ここに大好きな山の本とか、その他諸々の本をディスプレイしてます。この壁紙はただの壁紙に見えますけど、よく見ると大橋先輩がいます。階段上がると2階です。平屋生活に憧れてたので、生活空間は全部下にあってほぼ平屋なんですけど、2階もあります。2階は、用途はまだ決めてません。大きいホールがあって収納もできるようにしてあって、将来子供ができた時なんかに子供を乗せたりするような、そんなことも考えてます。ここに大きい押し入れみたいなのがありますけど、ここもやはりあえて扉をつけてません。ここが、北側の窓になりますね。これがあるおかげでだいぶ2階が広くなったので、これはつけてよかったなと思います。これはフィックス窓です。
そこは僕の秘密基地になる予定です。で、こちらは全面開放的な感じになってて、黒アイアンの手すりをつけてもらってます。上からクライミングウォールを眺めることができます。はい。で、こちらの方がリビングの上になっているんですけど、最初は何にも部屋を作らないでここを大きい空間にするつもりでしたが、これも使い勝手を考えて壁を一部作って、ここを間仕切りにすることによって開け放すこともできる個室にもなる空間を作りました。両親が泊まりに来た時もここで寝てもらえるかなという感じです。ここからの眺めがまた素晴らしくて、本当はそこに見えるはずの南アルプスとこのぼんぼりがいい感じです。ここからリビングを見下ろすことができます。ここもずっと眺めてられますね。以上、ルームツアー動画でした。この動画がいいねと思ったら、いいねボタンお願いします。チャンネル登録もしてね。